青コーナーより山本直文、長尾ひろし入場。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーより田口隆介、後藤博樹入場。さあ、魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。打ち鳴らされました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、そのあたりを注目してまいりたいと思います。意地を打ち込んでまいります。掴みます。エルボーを振り落とします。バックに回った。ボディシザーストの複合技に転じます。ロックアップ、ボディスラムで叩きつけます。バックからスリーパーに入ります。ガードします。引き起こします。エルボー組みに行きます。対角線に飛ばした。ドロップキック、抱えます。あと逆に切り返した。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。行くのか。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。そうですね、スタミナオーバーがいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。そうですか。起こします。ストンピングを叩き込んでまいります。切り返します。スイッチしてまいります。ボディスラムです。ストンピング、蹴りつけてまいります。張ります。掴んだ。あっと、エルボー行くのか。倒してまいります。スリーパーで締め上げます。ロープにブレイクしました。組みに行きます。グラウンドでのヘッドロックであります。ロープブレイクです。打ち込んでまいります。掴みます。パンチで返します。乾いた音が館内に響きます。巻き投げで切り返します。足を殺してまいります。ブロックします。掴んだ。打ってまいります。組み合います。ボディスラム、ラフ殺法に転じます。ロックアップ、相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープに逃れました。あっと、逆に捉えた。バックを取ります。エルボーを入れていきます。強烈なキックです。
トップブレイク。バックに回ります。外してまいります。ここでタッチです。逆に切り返します。ロープブレイクです。あっと、キャッチした。バックを取ります。あっと、返します。起こしてまいります。ドロップキック、ストッピング。あっと、キャッチした。エンジン蹴り、抱き起こす、蹴り上げていく、テーブルを打ち込む、引き起こす、強烈、すごい顔で打つ、蹴っていった、組み合った、あっと返した、ストッピング強烈、立たせていく、エルボーを入れていく、いけるか、ボディスラムで叩きつけた、抑え込んでロープに逃れました。マジック組み合った、ロープに振ってバックに回って、スリーパー、ロープブレイク、ブレンバスター行くのか、ストバックに突き刺さった、腕を取った、奪う、あとミサイルキック、すごい音がした、肉体を躍動させ、場外に移行した、お気をつけください、リングに戻ります。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。いけるか、コーナーに振った、ドロップキック強烈、起こした、掴んだ、エルボー速射砲、チョッパー、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。対角線に飛ばした、ドロップキックが突き刺さる、フロントキック、引き起こす、そのまま叩きつけていった、トップロープを狙う、リングに戻ります、袈裟固めで締め上げる、張った、組み合った、締め上げていった、岸壁の母の胸に抱かれました、
腕をフックした。あっとストバックのあたり、腕を取った。おっと逆に腕を取った。おっと腕を決めていった。あっとエルボー、エルボー強烈。あっとエルボー、エルボーを入れていく。ガードした。足を殺していった。2位を落としていく。フロントキック、ブロックした。強烈に決めていった。腕を取った。アーブロック、アーブロック。ここでロープブレイク。ガジェット組み合った。あと逆に返した。足を決めていった。放っていくのか。リングに戻ります。エルボーを打ち込む。起こした。エルボーの連打、組み合った。巻き投げで切り返した。20分経過、20 minutes passります。
リングに戻ります。掴んだ、エルボーを入れていく、抜くのか、人間風車で固めていった。岩壁の母の胸に抱かれました。コーナーに振ってエルボー、ロープに逃れました。ガチッと組み合った、ボディスラムで投げつける。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。組み合った、ロープに飛ばした、エルボー強烈、腰に手を回した、外した、いけるか、そのまま締め上げる、ハンマーパンチ強烈、起こした、あっとドロップキック、立たせていく、バックに回った、ジャーマー、もうここまで来ると作戦とかじゃないですね、出たとこ勝負ですよ。コーナーに振って、30分経過、ロープに飛ばした、ドロップキック、張り手、組み合った、強烈に締め上げる、ハンマーを落としていく、抱き起こす、タックルぶちかわし、エビに固める、カウント2つ、惜しい、ブロックした、ドロップキック強烈、いけるか、場外に落とした、ブランチャー、引き起こす、バックに回った、打たせない、リングに戻ります。
サーティ無差別級選手権試合。青コーナーより挑戦者ブルーウルフ入場。猛虎老成ブルーウルフが入ってまいります。赤コーナーよりチャンピオン驚異のパワフルモンスター吉江豊入場。どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。バット、キャッチした。そのまま倒してまいります。腕を取ります。エルボーを入れていきます。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。引き起こします。あっと、逆に捉えた。足に照準を絞るのでありましょうか。腕を回します。脳天砕きブレンバスター。抱えます。リバースで返します。肩が上がります。選手っていうのは試合やってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってからシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。ロープに飛ばした。全身でぶちかましてまいります。足攻めに転じます。ロックアップ、逆に振り返した。スランプを乗り越え、体だけでなく心にもずぶとさを手に入れてまいりました、この吉江豊。そろそろみんな俺の良さに気づき出してきた頃かな。そう嘘吹く男が今宵も自慢の巨体を利した圧殺刑を反抗していくのでありましょうか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを打ち込んでいきます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。逆に切り返します。逆に返します。バット、キャッチした。パンチで返します。打ち込んでまいります。組み合います。場外に落とします。リング下に降ります。掴みます。エルボー、ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。キックを打っていきます。掴んだ。逆に投げてまいります。リング上はリバースボストンクラブの体勢です。
ング内に戻ります。リング内に戻ります。組みに行きます。巻き投げで切り返します。腕をフックします。逆に投げてまいります。腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。行くのか。コーナーに振ってボディアタック強烈。逆十字に持ってまいります。ロープに逃れました。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。蹴ってまいります。このあたり負け肉の強さというのが出ていますよね。そうですね。気持ちでは負けられませんからね。そうですね。スタンディングを取らせます。まあ、こうやってプロとして戦っていく中で組っていうのはものすごく大切な部分なんですよ。組一つで世界が取れるって言ってもいいぐらいですからね。ああ、なるほど。ブリッジも受け身も組ですもんね。当然そうですね。巻き投げで切り返した。全体重を落としていった。組み合った。ボディスラムで叩きつけた。小脇に抱えた。エルボーで返す。バックを取って小脇オブが悲鳴を上げる。バックトラップ。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。正面から投げを今った。10分経過。腕をフックした。10ミニッパー。うまく切り返した。ロープブレイク。抱えた。オクラホマスタンピート。カバーした。ここでロープブレイク。ガチッと組み合った。バット逆に投げていった。トップロープを奪う。コーナーから全体重を浴びせた。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。ブレンバスターで切り返した。
IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者成瀬正幸入場。確かめるため成瀬正幸が入ってまいりました。赤コーナーよりチャンピオン、ジュニアのカリスマ金本浩二入場。の証でありますこのベルトを腰に、今チャンピオンが入ってまいりました。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。バックに回った、肘を打ち込んでまいります。足を取ります、胴を打ち込みます。逆水平、足に照準を絞るのでありましょうか。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ドラゴンスクリュー、気合を入れてまいります。足を抱えます、させません。掴んだ、ガードします、掴みます。ストマックへの攻撃であります。ハイキック、膝へのキックです。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。お気を付けください。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。ええ、腰を落として逆片指固めの体勢です。抱えます、打たせません。超危険なアルティメットクラッシュルールの作成にも携わるなど、リング外でも活躍を見せておりますこの成瀬正幸。長年の激戦の代償で腰に爆弾を抱えるこの男ではありますが、ひとたびリングに上がれば切れ味鋭い打撃と関節技で対戦相手を圧倒してまいります。組み合います、対角線に飛ばした、カウンターで返します。顔面へのキックです。このポーズです。行くのか、フライングメイヤーで倒します。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。いいですねタックル、体重の乗せ方がうまいですよ。ああそうですか。足を取ります。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。引き起こします。キャッチした。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。
リング内に戻ります。腕をフックします。逆に投げてまいります。逆水平を打っていきます。掴んだ。ストバックに突き刺さります。ドラゴンスクルー。腕を回します。おっと、逆に腕を取った。ロープに逃れました。逆に返します。キックで牽制していきます。返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。あと返します。起こしてまいります。ロックアップ、逆に倒します。マッケンロー、おなじみのポーズです。掴みます。キックで返します。ロックアップ、逆に返します。ラフサッポーに転じます。腕をフックします。耐えます。あと飛び膝蹴り、鋭いキックです。掴みます。させません。蹴りをぶち込みます。リング下に降ります。行くのか。逆に倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。バックを取ります。エルボーでブロック、バックに回ります。させません。前蹴りで牽制してまいります。掴んだ。パンチの速射砲、組み合います。逆に返します。気合を入れてまいります。ローを打ってまいります。足を抱えます。キャプチュードに持っていった。カウント入る。3つは入りません。強烈キック攻撃。あっと、円錐切り。起こした。顔面へのキック。一気にスパークするのか。ストンピング強烈。そのまま膝十字に移行する。ロープに逃れました。キック、ハイキック、側頭部カバーした。ここで休みたくないですね。ここは仕掛けたいですね。張った。頭を掴んで、あっと、逆に蹴っていった。掴んだ。2位を突き上げる。このポーズ。あっと、ドロップキック。チョッパー。ストンピングを叩き込む。腕を回した。危ないですよ。はい、マウントに移行した。ガードした。あー、読まれてますね。はい、ここはこらえていく。おっと、外した。そのまま耐え固め。カウント2つ、惜しい。ガジェット組み合った。ロープに振って強烈胃袋の破りの膝蹴りだ。決まり具合いかがですか。これはがっつり決まってますよ。15ミリパー。カ
った。シュミット流で倒していった。引き起こす。シュミット式で落としていった。立たせていく。バルコンガローで叩きつけた。カウント 2.99。 イヤホー。組み合った。キャプチュードで捕獲した。体を預ける。カウント 2.9。 そうは簡単にはいかせません。キャプチュード。飛びついてそのままナルサロックに行きます。ロープブレイク。あと逆にキャプチュードの負担でした。足を取った。膝十字固め。いけるか。あっと返した。キャッチした。ドラゴンスクリューで倒した。まさに一瞬も目が離せないという予想以上の展開となりました。さあこの試合どっちが勝つんだ。決めに行くのか。ムーンサート。カウント3つ。カウント3つ入りました。コーナーよりジェットカリーマスク入場。さあ強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。コーナーより柿原雅人安田忠雄入場。さあ魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。打ち鳴らされました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組みに行きます。投げてまいります。スリーパーで締め上げます。ロープに逃れました。あっと逆に捉えた。アキレス腱固めに移行します。ロープブレイク。抱えます。スープレックスを見舞います。ストンピングです。行くのか。ロープに振った。ショルダータックルで倒します。
腕ひしぎに取ります。ショーダを見舞います。ブロックします。ここでタッチです。組み合います。あっと、そのまま倒します。ストッピングを叩き込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。腕をフックします。強烈であります。 DDT スタンディングを取らせます。チョークスラム。さあ、この辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々効いてきますからね、要注意ですよ。そうですね、このポーズです。掴みます。キックで返します。ロックアップ、逆に倒します。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。そうですか。リング上はコブラツイストの体勢、行くのか。フライングメイヤーで倒します。スイッチしてまいります。組みに行きます。コーナーに振って2位を蹴り上げます。フロントに捉えます。蹴ってまいります。ロックアップ、リング下に落とします。おなじみのポーズです。起こしてまいります。掴んだ。ラフな展開になるのでありましょうか。フロントに捉えます。今体重乗ってますよ。いい投げ方ですね。はい、あっとキャッチした。抱えます。リング内に戻ります。リング内に戻ります。組み合います。切り返します。引き起こします。キックを打ってまいります。行くのか。巻き投げで切り返します。ここでタッチです。スイッチしてまいります。スープラ飛んで放っていった。起こします。バットキャッチした。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。組みに行きます。テイクダウン。行くのか。バット返します。組み合います。場外に落とします。リング下に降ります。腕をフックします。ロックアップ、逆に投げてまいります。起こしてまいります。組みに行きます。お気をつけください。リング内に戻ります。リング内に戻ります。蹴りつけてまいります。あっと逆に捉えた。足を取ってアキレス腱であります。ロープでブレイクしました。足を取って蹴り返した。10分経過、ロープブレイクです。10ミニッパー掴みます。キック、ものすごい体を預ける。岩壁の母の胸に抱かれました。さあタッチ、ガチッと組み合った。正面から投げを見舞った。ストンピング強烈、腕を回した。ブラインバスターで叩きつける。組み合った。あと逆に投げていった。小脇に抱えたバックドロップ完工。足を殺していった。カバーした。
2つ。フロントキック。もう気持ちだけで打ってますね。はい、投げていった。エルボードロップ強烈。あと、うまく切り返した。バックを取って抱え上げて、バックドロップ。足を打ちつけていった。足を狙っていった。いけるか。巻き投げで切り返した。カウントは入る。ロープに逃れました。あと、逆に捉えた。させません。ガチッと組み合った。あっと、返した。エルボー強烈。すごい顔で打つ。すごい音がした。水平打ち。後ろ回し蹴り気味のフライングニールキック。張り手。バット、キャッチした。後頭部返事。さあ、がっちり決まった。これは苦しいですよ。顔面が歪む。蹴りをぶち込む。引き起こす。15分経過。ドロップキック。15 minutes passed。場外に降りる。組み合った。お気をつけください。打ち込む顔面。リングに戻ります。ここでロープブレイク。そのまま耐え固め。ロープブレイク張った。ここでスイッチ。完全に無意識で返してますよ。あと、逆に投げていった。
逆ウェブで一気に反り上げる。いけるか。コーナーに振って反撃するならここですね。こっから突破口を見つけたいですね。起こした。いった。タイガードライバー。カウントスリーが入りました。青コーナーより邪道下道入場。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーより真壁信也矢野徹入場。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ハンマーを振りかざします。打ち込んでまいります。乾いた音が館内に響きます。このあたりラフに転じてまいります。フロントからのキック、キックを打っていきます。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、逆に振り返した。ラリアット、このポーズです。リング下に降ります。組みに行きます。返してまいります。蹴ってまいります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。腕を回します。させません。組み合います。お気をつけください。館内も盛り上がります。スイッチしてまいります。ナックルであります。あっと逆に捉えた。エルボーを入れていきます。
対角線に飛ばした。重いチョップであります。あっとキャッチした。足を狙ってまいります。踏みつけてまいります。逆にバックに回った。あっと逆に丸めていった。さあ勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。チョップであります。掴みます。逆に返します。ラリアット投げ倒し。相手を挑発してまいります。行くのか。逆に倒します。ここでタッチです。合体のブラッバスター。あー、この辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。スイッチしてまいります。掴んだ。キックで返します。立ってまいります。腕を捉えます。切り返します。キックを打っていきます。ガードします。張ります。掴みます。させません。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで投げ捨てます。フロントからのキック。張ります。組み合います。ロープに振った。バックからスリーパーに入ります。します。バット、バックに回った。バックを取ります。あっと裏 DDT だ。一気に両立するのか。ガードした。ここでタッチだ。気合を入れた。チョークで締めていった。ここでロープブレイク。エルボーを打ち込む。ロープに飛ばした。10分経過。1000ミリパー。逆に捉えた。あっとそのまま倒していった。ミストドロップ顔面。組み合った。逆に返した。引き起こす。蹴り上げていく。あっとチョーク攻撃。いや。岸壁の母の胸に抱かれました。もう気持ちだけで打ってますね。はい、エルボーキャメルクラッチで強烈に締め上げる。ロープに逃れました。ここでスイッチ。さあタッチ。ガチッと組み合った。コーナーに振った。あっとラリアット2位を落としていく。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。腰に手を回した。エルボーで切り返す。スピアタックル。肉体を躍動させる。起こした。ジャーマンスペックス。まだ腰を離さない。2カウント。まだ足りません。腕を取った。おっと逆に腕を取った。
した。いけるか。あっと切り返した。おたけびを上げた。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。抜くのか。いいえ。パワーボム投げ捨て。ラリアット。おいおい。全体重を乗せたエルボー。15ミリパス。マットキャッチした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。ブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。ここでスイッチ。フィニッシュ宣言か。あっとパンチ強烈。あっと逆に捉えた。あっと逆にパンチ。フロントキック小股に挟んだ。ハンマーを落としていく。いけるか。バット逆に投げていった。立たせていく。スピアーが突き刺さった。ストッピング。抱き起こす。バット返した。バックを取ってエルボーで返す。バット目つぶし攻撃。スピアー強烈。強烈起こした。バックに回った。同時目スリーパー。組み合った。あと逆に倒した。足を打ちつけていった。さあタッチ。引っこ抜きか。いいえ。投げっぱなし。パワーボム。テキサスクローバーに持っていった。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。ここでタッチだ。腰に手を回した。エルボーで切り返す。小脇に抱えた。膝を大きく打ちつけていった。20分経過。奥歯を噛みしめた。いいえ。パワーボム投げっぱなし。テキサスクローバー。いいえ。もう泣いているファンもおります。これだ。これこそ感動シンドローム。組み合った。なんと首から突き刺さった。これで決まったか。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地やろうですかね。もう気持ちだけですよ。あっと急所。トップロープを奪う。スーパーファー。IWGP ジュニアタッグ選手権試合。青コーナーより挑戦者チーム、
重心サンダーライガーマスクドパンサー入場。結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。赤コーナーよりチャンピオンチーム L 侍井上渉入場。星に巻かれるベルトとともに今、2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。フロントからのキック、腕を取ります。腕を殺してまいります。チョップであります。腕を捉えます。腕攻めに転じます。腕を取ります。アッとエルボー、ロックアップ、倒してまいります。腕を取ってまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。蹴りを見舞ってまいります。行くのか、コーナーに振って浴びせ蹴り、強烈。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。ラリアット、ラフ殺法に転じます。腕を捉えます。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。掴みます。させません。スイッチしてまいります。あっと逆に捉えた。エルボーを入れていきます。腕を回します。肘を打ち込んでまいります。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。膝へのキックです。組み合います。投げてまいります。この辺りの関節攻撃いかがです。ちょっと浅いですかね。そうですか。組みに行きます。逆に倒します。任意を落としてまいります。エルボー、腕を取ります。逆に返します。掴んだ、キックで返します。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。エルボーを入れていきます。ガードします。あっとキャッチした、パンチで返します。キックを打ってまいります。腕をフックします。逆に投げてまいります。
組み合います。切り返します。さあ、まさに技の絵巻を見るような佇まいであります。ロープに逃れました。ここでタッチです。ブロックします。ドロップキック、膝、組みに行きます。コーナーに振った。あと逆さ釣りにしてまいります。ピンポイントのドロップキック、ストンピングを叩き込んでまいります。腕を捉えます。エルボー、腕を取ります。返してまいります。トップロープを奪う。今高さがありましたからね。引いてますよ、見ていてかっこいいですね。腰を落とします。ライガーゾーン。さあ、勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。ちょっと僕も想像つきませんね。助走をつけて一気にライガーゾーン。ロープに逃れました。ブロックした。フロントキック、組み合った。グラウンドバンジに持っていった。ここでタッチだ。エルボー強烈。10分経過。切り返した。10ミニファー、ストッピング、抱えた、外した。あっと、エルボー、ブレッドスターで切り返した。水平打ち、ガードした。背後からキャメルクラッチに移行する。ガチッと組み合った。あっと、返した。腕をフックした。フロントから投げていった。いけるか。あっと、逆に返した。引き起こす。エルボーを打ち込む。ブロックした。いけるか。あと逆に倒した。さあ、これは逃れることができるのか。これは入ってますよ。ガードした。ドロップキック、ストッピング強烈。放っていくのか。返して。あ、小手、小股に挟んだ。反撃するならここですね。ねえ、こっから突破口を見つけたいですね。あっと、返していった。小脇に抱えた。ひねりの効いたバックドロップ。奥歯を噛みしめた。リバースで返した。抱き起こす。あった、 DDT。 あと、うまく切り返した。小手決まった。ガジェット組み合った。ボディスラムで投げつく。あと、逆に切り返した。15分経過。15ミリ突き上げる小手。一気に料理するのか。さあ、決まるか。どっから来るんですか、この力は。やっぱり意地悪ですね。もう気持ちだけですよ。組み合った。ロープに振って。
刺さる。腕を取った。逆に返した。キック、抜くのか。投げっぱなし。パワーバーム。ガチッと組み合った。正面から投げていった。打ってる方も辛いはずですよ。はい、エルボー。ここでスイッチ。うまく切り返した。いけるか。あと逆に投げていった。気合を入れた。あと逆に切り返した。組み合った。
IWGP タッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、魔界クラブ柴田勝頼、永井光也入場。魅力的なユニットが姿を現しました。館内のファンも大声援を送っております。赤コーナーよりチャンピオンチーム、新日本プロレス長野正弘、天山博義入場。2つの魂を一つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。弓を引くナックルであります。鉄拳を見舞います。掴んだ、2位を振り上げます。あっとキャッチした、足を狙ってまいります。ラフサンボーに転じます。ブロックします。ケンタキック強烈、起こします。ガードします。腰を落とします。打たせません。掴みます。させません。組みに行きます。返してまいります。リング上は逆片指固めの体勢、腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。組み合います。逆に返します。ストンピングです。ローを打ってまいります。行くのか、逆に振り返した、パンチで返します。合体してろ。掴んだ、ヨーロピアンエルボー、そのまま叩きつけていった。立たせていく、あっとバックに回った、ここでタッチだ。あっと逆に捉えた、強烈に叩きつける、引き起こす、フロントキック、頭を掴んで、させません。
いけるか。強烈に締め上げる。ハンマーを落としていく。足をフックしてスリーパー。鈍い音が館内に響いた。ガジェット組み合った。あと逆に投げていった。起こした。組み合った。あと逆に倒した。ナタのようなチョップ。タックルぶちかわし抱き起こす。掴んだ。エルボーで返す。ここでスイッチ。集中しないとダメですよ。はい。ガードした。組み合った。逆に返した。さあいった。 STF ロープに逃れました。あっとそのまま倒していった。腕をフックした。ブレンバスターで切り返した。バタフライの羽が大きく開かれた。そうですね。今のは精神的なダメージが大きいです。膝を狙っていった。逆肩エビで一気に決めていった。ガジェット組み合った。ネックブリーカー落としていった。さあブレインバスター行くのか。ブレインバスターで叩きつける。10分経過。10ミニットパー放っていくのか。いけるか。倒していった。バッファロースリーパーが火を吹いた。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい。いけるか。あっと倒していった。バックに回ってスリーパー。ロープブレイク。組み合った。ロープに振った。あっとマウンテンボル。このポーズ。手先にチョップ。ガジェット組み合った。投げていった。スリーパー落とすのか。岩壁の母の胸に抱かれました。首根っこを掴んだ。ストバックに突き刺さった。足を抱えた。裏アキレスに持っていった。組み合った。コーナーに振ってジャンピングに。さあタッチ。ここでタッチだ。ここで持っていくのか。決めに行くのか。カウント気味に入りました。ブロッキー状況か。野人よ、その力を解き放て。
中西学ぶ入場。さあ、野人中西学が入ってまいりました。今宵もこの男のパワーが爆発寸前であります。魔界の暴走テロリスト村上和成入場。さあ、神出鬼没のテロリスト村上和成が入ってまいりました。ハイブリッドの風が吹き荒れる。選手入場。ヘビーの頂点を虎視眈々と狙っております。この男、気合満点の入場シーンだ。新日本のエースはこの男、永田裕二入場。21世紀の新日本プロレスを背負う男、永田裕二が堂々の入場であります。フロントガンのヘッドロックに移行します。ロープブレイク立ってまいります。エルボーを入れていきます。ロックアップ、顔面が歪みます。逆に投げてまいります。起こしてまいります。そのまま倒します。膝を使ってまいります。ストマックへの攻撃であります。下から返してまいります。2位を突き上げます。つかスイープしてまいります。馬乗りから小手を打ち込む。逆に上になります。外してまいります。バックに回ります。させません。フライングメイヤーで倒します。鉄拳を見舞います。膝を狙ってまいります。膝へのキックです。行くのか。投げてまいります。コーナーに振った。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。組み合います。ハンマースルーをさせない。蹴りをぶち込みます。キックを打っていきます。抱えます。2位を蹴り上げます。小気味のいいパンチです。打ち込んでまいります。ブロックします。
行くのか。逆に振り返した。張ります。腰を落とします。あっと、逆に脇固めで切り返す。腕を回します。あっと、エルボー。乾いた音が館内に響きます。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。強烈に打ち込みます。抱えます。この辺り切り返しいかがですか。まだうまかったですね。ガードします。テイクダウンを奪います。ブロックします。あー、後方へのパンチ攻撃。腕をフックします。食らいすぎると危ないですよ。はい、警戒してますね。はい、下から切り返します。掴みます。肘を打ち込んでまいります。抱え、バットキャッチした。巻き投げで切り返します。足を狙ってまいります。引き起こします。打ち込んでまいります。テイクダウン。あっと、膝十字で切り返す。ガードします。ローを打ち込みます。このあたり負け気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、抜けてまいります。掴みます。ブロックします。パンチで返します。バックに回り蹴ってまいります。このポーズです。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。逆に捉えた。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々効きますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。フロントからのキック、このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。組に肘を打ち込んでまいります。逆に返します。ヘッドバットを落としてまいります。させません。ローキック、膝を殺してまいります。カバーに入ります。あります、おなじみのポーズです。ボールを返します。コブラクラッチに取ります。振りほどきます。乾いた音が館内に響きます。ロックアップ、バックを取ります。エルボーで返します。腕をフックします。キックを打っていきます。膝を入れていきます。組み合った。フロントから叩きつけた。バットキャッチした。マッケンロー放っていった。ストッピング強烈。相手を挑発した。おたけびを上げた。放って浴びせ蹴り。強烈キック攻撃。あっと、逆に腕を取った。ロープブレイク。重いですね、一発が。一気にスパークするのか。掴んだ。ミーリフト強烈。チャンプキック、張り手。アバルス式のタックル。テンプル捉えましたよ。虚空を見上げたか。ガードした。さあ、渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。腕をフックした。抱えた。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。いけ。あっと、逆に切り返した。対角線に飛ばした。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。バックに回ってスリーパー。抱えた。外した。あっと、フック強烈。危ない。ノープン正打か。変ミニッパー落とした。首根っこを掴んだ。小脇ショートレンジバックドロップ。岩石砕け散る。引き起こすアルゼンチンだ。背骨が悲鳴を上げる。ここでロープブレイク。組み合った。頭を掴んで場外に落とした。おっと、逆に捉えた。バックに回った。打たせない。いけるか。バット逆に返した。ガチッと組み合った。強烈なキック。ロープに振ってロープキック。腕を取った。腕しぎ十字固め。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。ボディスラムで投げつける。キックものすごい。あと耐えた。立たせていく。腰を落とす。エルボー担いだ担いだ。アルゼンチン飛びついた。腕を取った。落とすのか。
るか。ビールホールド、アルゼンチンで担ぎ上げた。あと逆に捉えた。ブロックした。腰、アキレス腱が頭に入った。起こした。ハンマーを振りかざす。一気に行きます。掴んだ。フィニッシュに持ち込みます。あと飛び膝、ニーが突き刺さった。カウント 2.5。 まだまだです。藤山ジャーマン、藤山。なんと首から落とした。サイドを取った。エルボーで返す。バックを取って担ぎ上げるのか。マッチががっちりと決まったぞ。岩壁のハンマーの胸に抜かれました。藤山ジャーマン、美しいブリッジ。2位を突き上げる。ジャンピングしての膝蹴り、強烈。エビに固める。ここが踏ん張るとこですね。そうですね。こっからはお互いに精神力の勝負ですよ。ハンマースルーをさせない。組み合った。フロントから投げていった。起こす。担ぐか。集中しないとダメですよ。はい、ダメージありますよ。はい。あー、ブロックしてますね。おっと外した。あっとジャブ、引っこ抜きか。足を取って切り返した。ロープに逃れました。いけるか。締め上げていった。膝頭を入れていく。首根っこを掴んだ。蹴りをぶち込む。強烈。蹴り上げていく。小股に挟んだ。リバースで返した。このポーズ、スリーパー。落とすのか。ノックブレイク。フロントキック。抱えた。リバースで切り返した。引き起こす。腕をフックした。フロントネックロック。蛇のように巻きついた。抱えた。膝を突き上げていった。バックに回った。あっと、ノーテックだけ散ったか。スリーパー、チョークに入った。強烈キック攻撃。組み合った。すごい形相で締め上げていく。いけるか。あっと逆に投げていった。ガチッと組み合った。あっと倒していった。あっと顔面にヒットした。腰を落とす。アルゼンチンの鬼に身を横たわした。岩壁の母の胸に抱かれました。マウントを取った。おお、馬乗りから相手を見舞っていく。ガードポジションに移行した。逆に上を取った。おっと外した。抜くのか。高い打点から、サムライボール。カバーの体勢。顔面を捉えた。腕をフックした。2位を突き上げる。ガチッと組み合った。そのまま投げていった。相手を挑発した。バット、キャッチした。円錐切り。強烈なローだ。組み合った。場外に落とした。いけるか。ブラインバスターで叩きつける。気合を入れた。フック、フックを打っていく。ガードした。これきついですね。そうですね。腕しげ入った。
至近距離からのラリアット起こした、掴んだ、エルボーを打ち込む、そのまま叩きつけていった。いけるか、そのまま後ろに投げていった。抑え込んでカウント2点球、水平打ち、あっとテイクタップ、外した、ガジェット組み合った、ロープに振った、スピナーが突き刺さった。25分経過、25ミニッパー、腰に手を回した、バックドロップ気味のジャーマンスープレックス、エルボーを入れていく、バッと返した、組み合った、あと後ろに投げていった、起こす、湧いてこい、俺の力担ぎ上げるのか、担いだ担いだ、ここでギブアップ。青コーナーより昭和の怪物風雲のぼり竜天竜源一郎入場。文句なし、スコット・ノートン入場。上流でありますこの男、スコット・ノートンが入ってまいりました。ゴングだ。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね、それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。させません。ショルダータックル、組み合います、ネックブリーカードロップ。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか、組に行きます、ネックブリカードロップで落としてまいります、ストンピング蹴りつけてまいります、ロックアップ、ボディスラムです、ブロック
くします。全身でぶちかましてまいります。起こします。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。はでもね、試合終わってこうシャワー浴びて控え室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。メキシカン式の締めを見せてまいります。掴んだ。ショートレンジのラリアットであります。全身全霊のファイトで今日も戦ってまいります。風雲のぼり流天竜源一郎。親子ほどに年齢の違う相手でも真っ向から叩きのめし、さらに己の年齢を冠した新必殺技、53歳でノックアウトするその姿はまさに世界最強の50代であります。掴みます。エンドレスな逆水平チョップであります。ストンピングを叩き込んでまいります。掴みます。ガードします。ラリアット強烈、ラフ殺法に転じます。行くのか。レッグブリカードロップで落としてまいります。あと返します。汗がミストとなって飛び散ります。ブレインバスター、垂直落下式、エルボー、ダイビング、カウント3つは奪えない。巻き投げで切り返した、強烈サンセットフリップ、首根っこを掴んだ。させません。逆水平急降下肘爆弾、3つは入りません。組み合ったロープに振って、ちょっと気味に振りましたよ。ブロック状況か、立たせていく、垂直落下、ブレインバスター、小脇に抱えた、後頭部が悲鳴を上げる、バックトラップ、カバーの体勢、ロープブレイク、ロープブレイク、カチッと組み合った、ロープに振った、レフトハンドのラリアット、引き起こす、直下式ブレインバスター、戦闘用は砕け散った、無人島に着陸してしまった。抱き起こすラリアット、ものすごい背面エルボーを持っていった。ここから大技に2段発持ってきたいですね。いけるか、倒していった。さあ渾身の力で締め上げる、完全に入ってますよ。掴んだ、キック、ブレンバスター行くのか、ストマックを狙っていく、組み合った、ボディスラムで叩きつけた、チョップ、ラリアット至近距離、今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。あと耐えた、フロントキック、頭を掴んで後頭部返事、10分経過10ミリスパー抜くのか、力任せのパワー、IWGP
ヘビー級選手権試合。青コーナーより挑戦者アンダーサーティに未来を託せ、棚橋博士入場。コーナーよりチャンピオン、新日本の未来を背負え、中村俊輔入場。プロレス界の至宝、金色に輝く IWGP ベルトを越しに今チャンピオンが入場してまいります。解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。掴んだ、切り返します。行くのか、倒してまいります。高周波数の音が館内に響きます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。テイクダウンを奪います。させません。下から切り返します。ガードを取ります。逆に上になります。ここは膠着しています。展開が止まります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも汗の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああ、そうですか。あと逆に切り返した、返してまいります。下半身のバランスがいいですね。腰が安定してますよ。テイクダウン完璧ですもんね。逆に振り返した、バックからスリーパーに入ります。レスラーとしてのキャリアはまだ浅いこの中村ですが、ロス道場で総合格闘技の特訓に明け暮れ、新日本プロレスだけでなくプロレス界全体を背負う存在となるべく牙を研いでおります。あの新日本プロレスの神も一目置く男、超新星中村俊輔が注目のリング上であります。キックを打ってまいります。ショルダーをぶつけていきます。小脇に抱えます。ニークラッシャー、膝砕きであります。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。組みに行きます。ロープに振って、キックを打っていきます。ガードします。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。
ブロックします。この辺りの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。エルボー、フロントからのキック、ロックアップ。この辺りうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。ブロックします。ストンピング、蹴りつけてまいります。チキンウィングに固めてまいります。張ってまいります。行くのか。グラウンドでの攻防に持っていきます。腕を取ります。腕を狙ってまいります。ガードします。気合を入れてまいります。起こします。組みに行きます。フロントから落としてまいります。スタンディングを取らせます。ロックアップ、逆に倒します。ラフサッポーに転じます。張ります。足を抱えます。パンチで返します。掴みます。キックで返します。足を取ります。後頭部返事。リング下に降ります。打ち込んでまいります。ブロックします。コーナーに登って高々と抱え上げて、そのまま真下に落とした。エルボーで返す。エルボー、足を狙っていった。足を抱えた。あっ、逆にパンチ。パチッと組み合った。あと逆に返した。2位を落としていく。いけるか。あと逆に倒した。さあがっちり決まった。これは苦しいですよ。天民蹴っていった。抱えた。あと耐えた。あと逆に捉えた。足を決めていった。ここでロープブレイク。足を取った。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。ジャーマン、綺麗な人間強。技の仕掛けが早いですね。勝ちにいってますね。フロントキック、組み合った。ロープに振ってエルボー、起こした。ガードした。あっとドロップキック。いけるか。あと逆に投げていった。引き起こす。ブロックした。ドロップキック。腕をフックした。打たせない。雄たけびを上げた。あとスピアー。アームロックで決めていった。ロープブレイク。ブロックした。腕を取った。腕しぎ十字固め。足を取った。バックに回った。ボディシザースとスリーパーで締め上げる。ロープに逃れました。組み合った。投げていった。ストンピング、エビに固める。ボールを返します。ガチッと組み合った。コーナーに振った。ドロップキック強烈。抱き起こす。腕をフックした。ネックロックガチッと入った。落とすのか。岩壁の母の胸に抱かれました。正面から投げを見舞った。立たせていく。ジャンピングしてのエルボー。ドラゴンスリーパーがかかった。岩壁の母の胸に抱かれました。足を抱えた。
脇に抱えた。エルボーで返す。あっと三角締めから腕十字に持っていった。ここでロープブレイク。組み合った、逆に返した。腕しげ入った。ロープブレイク。あっとキャッチした。ドラゴンスクリュー引き起こす。腰に手を回した。逆にバックに回った。ジャーマンスペックショット。まだ腰を離さない。ロープに逃れました。ガチッと組み合った。フロントから叩きつけた。起こした。抱えた。フロントネックロック。